広島の原爆ドーム。長崎の浦上天主堂。漁師の被爆を象徴する建物。広島、長崎オリンピック構想とは、2020年夏季オリンピックを、広島県広島市と長崎県長崎市に招致し、開催しようとした構想である。2009年10月11日に、広島、長崎漁師が正式発表するも、わずか2ヶ月後の同年12月に、 国際オリンピック委員会に却下された。2010年1月15日長崎市の共済断念を受け、広島市単独で開催する広島オリンピック構想に移行したが、市長交代などにより、広島での開催誘致そのものも後に白紙撤回となった。発想は平和の祭典と呼ばれているオリンピックを被爆地である広島市と長崎市で開催することで、 核兵器廃絶と平和の尊さを世界に訴えるというものである。オリンピック検証にある一箇所開催原則を覆そうとした日本で初めての構想であり、もし実現すれば124年続く近代オリンピックの歴史で初めての複数都市での共同開催になった。また、夏季と冬季の3度日本で開催されたオリンピックはすべて東日本であるため、もし実現すれば、 近畿地方異性の西日本としては初開催となった。メインスタジアムを中心として競技会場が集中するコンパクトなものではなく、広島と長崎を中心とした複数都市による広域で開催しようとしたのも特徴。その理念のため全国様々な人から賛同されたが、後日のように秋葉忠市広島市長と田上福長崎市長だけで構想を固めいきなり発表し、 すぐに国際オリンピック委員会及び日本オリンピック委員会から却下されたため、共済実現に向けた具体案は何もなかった構想でもある。このことが広島オリンピック構想以降後もネガティブに働くことになる。秋葉市長は2008年9月15日、発行広島市広報市内のコラムで将来の夢として広島と長崎が共済して、 オリンピックを行いたいと明かしたものの、この時点では現実からは遠い夢と記していた。これに、核なき世界を公約にしたバラク・オバマがアメリカ合衆国大統領に当選し、2009年4月にオバマ大統領がプラハでの核兵器廃絶に向けた演説、プラハ演説を行ったことが追い風となり、秋葉市長は田上市長に招致の意思を提案し、 田上市長がこれを了承した。2009年8月、長崎市で開催された平和市長会議でも、共済招致を発言。結果この会議の行動計画に、2020年までに核兵器廃絶を実現した暁には、オリンピックを広島、長崎両市で開催して祝うことができれば、喜ばしいという一文が盛り込まれた。2009年10月2日、第121時。 IOC 総会で2016年夏季オリンピックがリオデジャネイロオリンピックに決定し、同年10月9日、プラハ演説を行ったオバマ大統領へのノーベル平和賞授与が発表された。あと、同年10月11日秋葉市長と田上市長は2020年夏季オリンピック共同開催に向けて招致検討委員会を設置することを正式に表明した。なお、 2010年春までに正式に名乗りを上げるかどうかを最終判断することとした。赤が広島市及び長崎市。青は広島県、長崎県内の自治体以外で広島五輪招致検討,検討委員会に参加した自治体。両市長は当初から秋葉、これまで大都市の単独開催が慣例だった五輪を複数都市で共同開催することで五輪の新たな可能性や 展望が提案できる、田植え、被爆地ができる、新しいチャレンジだと、広島、長崎を中心とする、複数都市への招致を念頭に置いていた。そこで、地理的に双方の間に位置する都市やその近隣、あるいはこの逸話開催の意味を分かり合える、自治体に、今回の逸話招致検討委員会への参加を呼びかけた。さらに招致検討委員会には参加しないが、応援サポートに回る、 逸話応援委員としての参加をも各自治体に呼びかけた。これに福岡市は委員会には参加せず福岡オリンピック構想でのノウハウを提供するアドバイザーの立場で協力すると答えたもののいくつかの自治体は正式に参加すると表明した。その中で特に反応を示したのが橋本徹大阪府知事である。過去に大阪オリンピック構想において 招致失敗したことから2020年五輪に再立候補しようとしたが、広島、長崎構想が発表されると移転して、大阪市とともに、そちらの招致検討委員会への参加を表明した。後の広島五輪構想において、広島県以外の知事で唯一招致検討委員会に参加しているのはこのためである。同年12月12日、 一府四県の計23自治体の幹部が出席した第二回五輪招致検討委員会が開かれ、この逸話開催の意義を再確認した。なおその後の広島五輪構想移行後も参加自治体は増え続け、最終的には招致検討委員会26、応援委員182アドバイザー1の計209自治体が参加することになった。一方で、石原慎太郎東京都知事は、 2020年オリンピックに再立候補することを JOC に正式に表明した。両市長は、この構想発表の際に JOC だけでなく、広島県庁及び長崎県庁、地元財界及びスポーツ関係者など、各市関係機関に事前に根回しをしていなかった。秋葉市長は、国内の候補都市決定まで、あと1年しかない、時間の制約があったためと弁明している。また、 広島市の幹部は、東京五輪招致落選から9日後で、オバマのノーベル平和賞受賞から2日後に、逸話招致を発表したことから、関係者への事前の根回しより発表のタイミングを優先した、両市長のパフォーマンスであったと述べている。主な反応は以下の通り、被爆者団体無条件で賛成する意見はなく、五輪で反角をアピールすることは、 無意味であり他にやるべきことがあるのではないかと疑問を投げかけた。県知事市議会県体育協会なお、広島の放送局、中国放送が市民200人に対面に世論調査をした結果では、賛成が63.5%に対し反対が18.0%という結果であった。2009年10月13日、秋葉市長は長崎市の関係者とともに上京し、 総理大臣官邸で、松野来宮内閣官房副長官と会談し、オリンピックを被爆地で開催することの意義を説明し、その後主原則の JOC 専務理事と面会し、検討委の設置を報告した。これに対し、武田恒和 JOC 会長は、歓迎を表明した上で、東京落選の原因分析を終えてから検討すると、慎重な姿勢を見せた。 同年12月7日から9日まで、スイスローザンヌで、武田 JOC 会長は IOC 幹部と協議を行い、この中で一都市開催を歌ったオリンピック検証の変更は不可能であると返答された。同年12月25日、JOC は訪れた秋葉広島及び田上長崎市長と会談、共催は認められないと正式に回答した。これを受け、 翌2010年1月15日に長崎市は正式に逸話誘致を断念、広島市は誘致活動続行を宣言したため、広島市単独開催する方針に移行した。その直後に西日本各自治体による第3回検討会議で今後は広島市単独開催を目指す広島オリンピック構想を推進することになったが、広島市長の交代や、 東日本大震災後の世相などから広島での開催を完全に断念した。以後の経過については広島オリンピック構想を参照上記の通り共催に向けた具体案のない構想である。ただ当初からメディアなどでいくつかメリット、デメリットが論議されていた。ありがとうございます。